マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-5=4 となり正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8+1=9となり正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は36÷4=9となり正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7+7=7となり正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は、すると 16×3 イコール 6×8 イコール48となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると 19+18-13 イコール24となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。